皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、頭の中に指令が来るんだが、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。K、部活の合宿で安宿に宿泊、脳内にいつもの指令が来て軽く襖を破る、止められなくなり机や壺を破壊、取り押さえられて強制的に帰宅。宿から親に賠償請求50万。今ここ。信じてもらえんけど、ガチでこの指令のせいで俺の人生狂ってる。はい。今回はリラックスしてたから抑えが効かなかった。はいはい、ほなそれをそのまま精神科医の先生に言いなさいね。意味のわからなさがガチ感ある。すまんその指令出してるのは嫌。もうやめてくれ。マジの外耳じゃん。なんでアルミホイル巻いとかないの？糖質とは違うから。アルミホイルのおかげでワイは防げてるで。電磁波防止セット買うか、今なら5万円で売ってやるぞ。脅迫性っぽい、糖質とは違うよ。普段は普通や、指令さえ来なければな。ワイの場合はリラックスしてるとやばい。今この瞬間もいつ指令来てもおかしくないんやで。あがいがい。その指令って誰から来るんや。指令って言い方が良くないな。指令って Y が勝手に名付けてるだけ。指令防止セットもあるぞ。それなら特別価格で売ってやる。街中に出てこないでね。変な指令実行されたらかなわん。だから指令ってそもそもなんやねん。これをやらなきゃいけないってずっと思い込んでしまうんや。街中に出て暴れろって指令出されたら終わりやぞ。破壊の指令ばっかりだから大丈夫だよ。破壊の指令の中に場所指定がないってこと？その場のものしか破壊しない。こんなやつ世の中出てきたらあかんで。檻のついた病院入れた方が良くない。糖質とは違う。さっさと病院行けや。ちなみに何の部活なの？バスケ。だいぶだよもう。今頃インスタで大盛り上がりやろな部員たち。そんなことしたらワイがマルスから絶対させない。糖質の人は自分のこと糖質とは認めんからな。いっち諦めておとなしく親と精神科行きや。だから脅迫性やで。要するに子供みたいに衝動を我慢できない感じか。多分それに近いな。痛い目に遭ったことないんよなこういうやつって。とことんまで追い詰められたら簡単に治るんよ。治らんやつは周りがなんだかんだ言って手助けしちゃうから本人に修正する機会が訪れてないだけでな。なお自分の大切にしてるものの破壊指令は絶対来ない模様。普通にゲーム機破壊したが。試合中に指令来て相手ゴールとか破壊してそう。マジで指令防止用の防止知らんのかこいつ。じゃあ精神病棟行くしかないわな。自分で制御できるようになるまで入院やね。普段は制御できてる。だけどリラックスしすぎるとやばい。それできてるって言わんぞ。リラックスしすぎなければ平気や。問題ない。それはコントロールできてるとは言わんのよ。だからリラックスするとあかんのがあかんねん。それを制御できてるとは言わんのよ。まあ遅かれ早かれ病院行きは確定やろうがお大事にな。病院通ってないの。早く治療を受けるべきだよ。まともな職につける頭じゃない。いやバイトしてたけどな。人殺さなくてよかったね。自分で言うのもなんやけどこの先わからないわ。健常者は壺ぶっ壊して事件起こさないんよ。まあ生まれついての外耳はしゃあない。まあ今回の件でようやく親に病院連れてかれるかもな。ぶっちゃけワイよりまともなやつでも毎日のように誰かが事件起こしとるやん。これって ADHD やろ。同じ症状のやつ何人か見たことあるから間違いないわ。脅迫性やで。
こういう奴がまともに治療せんから犯罪者は障害者という風潮になってしまう。なんやねん、ADHD は出てないんか？わからん、でも集中力はある。そのうち美術品とか破壊しそうやね。美術館行かなければ大丈夫や、テレビの中の美術品とかは危ないわ。テレビ壊すねん。もうダメやんけ草。お前頭壊れてるよ。これは精神病院行きやね。思ったけど格闘技やらんのか。あかんやろ。そんなに物壊したいなら逆に壊されればいい。嫌だから物壊す方があかんだろ。お前今かなりヤバいよ。なんだ出川か。ネットだから大丈夫だけど Y の目の前いたら指令来てるかもしれん。あ、そう。ムカついてるとかじゃなくて指令が来るんや。今はいい薬があるから病院行け。解体業とか向いてるんちゃうか。指令なんて無視すればええのに。リラックスしてなければ我慢できることもある。指令が来るから物を壊していいのか、その人が大切にしてるものでもいいのか、よくねえだろ。いいとか悪いとかの問題ではないんや。Y もそこはわかってるけど。お前の人生は壊れてもええが人様の人生は壊すなよ。言うとくけど Y だって壊したくて壊してるわけじゃないから。まあ正論言われて治ったら薬いらんやろ。自分で物作ってそれ壊せばええやん。芸人のプラスマイナス岩橋みたいなやつかな。やっちゃいけないことやりたくて仕方なくなるってやつ。それかもしれん。これはイッチより親が悪いな親が。マジでうちの子は健常者なんですって思ってそう。正しいものとか綺麗なものとかやばい。壊しちゃいけないものだと指令が来る率が高い。イッチは綺麗やで、生きてることが素晴らしいんや。壊させようとすな。そろそろワイは去るわ、ほな。橋とか高いところに行った時にここから飛び降りたらどうなるんだろうって思うことはある。病院行こうとしないところがやべえよな。自分は正常の範囲だと信じて疑ってない。要は自分の欲求に対する沸点が著しく低いだけやろ。指令とかそれっぽいこと言ってるが、結局は自分のしたいことが抑えられんだけや。これで自分はまともだと思い込んでるとかやばいな。人間には命令が来ていないのか。パラサイト定期。破壊王かな。終わり。